見たのはどこ宝石店で。じゃあ店から家へ帰るとき店の周りじゃなくしたんじゃない。あ、思い出した。 間違えた。ブレスレットだったわ。我相信你。とても美しいわね。 私の元カノの秋の。あ、サリーさん、見えないでしょ。はい、そうですけど、メガネを買わなければいけません。と思いますよ。そうですね、サンフランシスコのメガネ屋の中でどれが一番ですか。メガネ屋ならニャンジのメガネ屋が一番ですよ。ニャンジのメガネ屋行ったことがありますか。 私も新しいのを買いに行くつもりです。一緒に行きませんか。ニャンジーのメガネ屋は9時にスーパー寿司トリでございます。おはよう。何を作っているの。あ、これおせちロリよ。ああ、 何が入っているの。ご飯や卵などが入っているわよ。そう。あ、黒豆も昆布巻きもあるわ。黒豆と昆布巻きが好きなのね。黒豆はいい健康という意味だから、そして昆布巻きは怪獣という意味だから大好きなのよ。そうだね、私はエビが一番好きなのよ。 エビは延々という意味だから。あ、遅れてしまうわ。じゃあまた。またね。ちょっとございますか。アキさんのサービス。はい、でもアキはいませんけど、私から渡したいものがあるんです。あ、アキの友達ですか。はい、ケイチです。なおです。 私はルームメイトの桃子です。あ、ルームメイトの桃子さんですね。あ、秋から桃子さんのことを聞いています。あ、そうですか。秋から。とても優しい人だそうですね。とんでもない。お茶でも飲みませんか。ありがとうございます。 お茶はいかがですか。いいえ、結構です。構いませんよ。クッキーもせんべいもありますけど、クッキーとせんべいとではどちらの方が好きですか。クッキーですか。両方を持っていきます。ちょっと待ってください。このテーブルはなんでできているかしら。絶対嫌いは。違うでしょ、絶対プラスチック製のよ。いや、絶対木製だよ。よく見て。
美味しそう。いい天気ですね。はい、そうですね。ところで、アクはどこ？仕事だと思います。どこ？お父さんの寿司屋で働いています。ここから寿司屋まで歩いてどのくらいかかりますか？10分くらいだと思います。ここからそこへ行く道を教えてくださいませんか？まずここを出てから右に向かってください。右ですね。はい、それから2番目の角を左に向かってください。2番目の角を左ですね。はい、そしてバス停で右に向かってください。バス停で右ですね。そうです。4番目の角で左に曲がれば右側にある4番目の建物です。4番目の角で左に曲がって右側の4番目の建物ですね。はい、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。どういたしまして。さよなら。さよなら。